Okay, what should I should I do? Okay, I get this. Get that. Okay. What's in special? See? Okay, well, let's just go to the gym. Who's Jim? Do they sell at the shop? いらっしゃいませ。Hi. Melon pan. Yakisoba pan. Ooh, paper melon. Very cool. I never thought about that. You can leave that milk out. Huh. I never even considered that. Okay. ありがとうございました。Yeah, no problemo. I can't believe there's anti-aging milk. All right. You gonna play some basketball? We gonna shoot some hoops? Gonna slam some dunks? Wait a minute, who's that? Well, time to go ask. Hi. You missed. That ball sure ain't that bouncy. シュート。惜しかったね。2年2組の甲田さんでしょ、バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越芝って先生のことで。ブラー。サボ、さっき例のガキどもが体育館に入ってったぜ。カイトさん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ、なんだって。おい、What y'all doing? なんなんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといてずいぶん偉そうだな。文句あんのか、この不審者。 What do you mean suspicious? あんた、そいつと何話してたわけ。別に何も。俺はさ、三越芝って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺して。こいつでめった打ちだ。You brains。お世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。ああ、いいよ。それでも足りないぐらい。ざけやがって。ぶっ殺してやる。How can I be dead? How can you call me dead? I'm literally right here. Why are you telling me about this now at this time? I've been using that this whole time. Can I grab this? I cannot. All right. Whoops. Hey, look, a baseball bat. Here, take this. Ew, that's dangerous. Stop. Here, give me that. You can't be using that. Don't do that to me. All right, bud. Yikes.
Aw, man. Alright, you're gonna have to get up. Bro. Oh! Ooh! That might have hurt. But I'm not an expert on pain, so I don't think I could be one to judge about hurting. Your friend didn't help over there. You guys good? Whoopsies. They started it. てるんですか？ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。まったく何考えてるんです？学校の中で生徒と喧嘩なんて。Well, where else was I supposed to get into an altercation with them? 一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたら、なんて説明できます？まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。Stop butting in. 確かに。Female. いいですか？今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。とにかく、What do you mean like that? あなた方はすぐお帰りになるべきです。What do you mean? 海藤さん、まだいるよね。理事長と変わってくんない？助けがいるんだけど。先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が。ブラー。私の方は概ね依頼を果たしていただけましたし。For the most part。じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とかで雇った体にしていただくとか。ううそれなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが、お持ちなんですか。I have a badge. いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません？え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが、でもだからといってそれは。そこをなんとか。You and your rules. 多分なんともならないと思います。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。ああ。なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校、カンフー部とかないっすかね？得意なんですけど。そういうのはちょっと。いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。なので残念ですが。いや、そうですか。よう、斉藤だ。俺らはもう撤収するぜ。OK, go ahead.ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。Oh my gosh. Can't you work on your own? に合わせる顔がないんだよ。そうかい。ならお好きに。じゃあな。Okay. Reception.Pick up. Oh, this way. Not in there. Which way? This way? This way. Look at all these chairs. Whoops.
do it. What you're looking at. Ooh. Fancy. What you got here? Hi. What are you looking at? 間違いない。何か？驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。What are you talking about? Oh, whoops. 強盗犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね。盗撮魔さん。盗撮魔？何のことかな？階段に盗撮カメラを設置して、女性とのスカートの中を覗こうとしたでしょ？ What are you talking about? Are you high? 何言ってるのかわからないんだけど、忙しいんで。What kind of drugs are you on? あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから。逃げられると思わないことです。What are you talking about? あのさ、you said something about proof? さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって。そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょう。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日、盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。え？油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーが付着しているはず。You assume that would come back? あなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。清涼高校ミステリー研究会に感づかれたことが運の月だったということです。は？ミステリー研究会？さあ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。Let's surrender. Oh. ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても、証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。 Yeah, of course. 塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたから。 Because you were observing. 一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。 Oh, you're both lying. いい加減諦めたらどうです？ Because you're a dingus.逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。What's that? 盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたんです。そして私はこの写真からカメラの購入先ショップを特定しました。Okay. マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。And this proves me. この情報を警察に提供すれば、購入者を特定することも不可能ではないはず。And yet it would still not be me. ということならば、ショップも顧客情報を開示するでしょうからね。Because I didn't order it. わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。Well, ちょっと話し合おうか。話し合う？
詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ、何か妥協案を。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。 Wonderful. I don't know. Do I need to look at this?The mercy is in jeopardy. Our advisor is leaving Sirio. We've been informed of blah blah blah. Outside. Okay. Kyoko Amasawa. Okay. Well, that sounds kind of familiar.What a coincidence. 君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんって言うんだ。それが何か。そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして。Who quits after getting married? 勤めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も。Oh, it was a woman, yeah. Okay. おかげでミスケンは廃部の危機。ですが、ご心配なく。私があなたを捕まえて、盗撮魔として差し出せば、手柄を一つ立てられます。そうなれば、ミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。Yeah, I'm sure. いや、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ。そこで俺から一つ提案なんだけど。That's yeah, the, probably that one. 俺が顧問をやろうか。は？あなたが？ Yes. 実は俺探偵でさ、カムロ町の。探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？ Yes, exactly. そこは想像に任せる。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために、誰が依頼を。 Perhaps. まさか学校関係者が。 I wouldn't think about it. 推理中のところ悪いんだけどいいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど沢先生に睨まれちゃってさ。沢先生に。ああ、部外者は出て行けって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になればもう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案双方にメリットがあると思うんだけどどうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。So you admit you're an idiot. まだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。 What? テスト? A test? ついてきてください。 No, I hate tests. すぐそこですから。 Those remind me of school and I hate thatOkay.
I shall follow you. Very slowly. Down here, apparently. Are you gonna murder me? And then I'm gonna have to solve the murder? ここは? ミステリー研究会の部室です。Okay. 部室?これが?部活数に対して部室の数が足りず、倉庫を間借りしているんです。さあ、どうぞ中へ。あ、ちなみに、他の部員もいますので、元空手部黒帯男子の。Okay. そう、警戒すんなって。I have a, well, I, well, you know, I could still beat him up. ん?姉ちゃん、その人は?矢上さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうか、テストをしようかと思って。ふーん。Hi. どうも。俺は天沢健人。この人の弟です。ミスケンの用心棒をやってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。わ、wow. You know what? Yeah, you're right. 矢上さん、おかけください。Okay. Do I have to give it back when I'm done with it?どうぞ。お、気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。Yeah, tell me. ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。Roughly? 基本的な活動内容は。古今東西のミステリー小説を読み、批評すること。ですが、必要に応じて、課外活動も行っています。つまり、巷のミステリーを追うこと。ああ、それって要するに探偵みたいな活動?さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく、机上の推理で完結するならば、それがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ、何事にも例外はあります。例えば、警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い。そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。I'm sure. 鍵つけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら危険だし。でしたら、矢上さんのことも警察にお任せしますか? I've done nothing wrong. それは勘弁。と、こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど。納得。なあ、さっき言ってたテストって、あなたが探偵であり、カメラも調査のためだった。確かにそう考えると、筋が通ることも確かです。ですが、その主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど、不用心すぎます。まあ、そうだよな。ですので、矢上さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。I am no deviant。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。Risky。事件。Why is it risky？ そのある事件についてなんですが。矢上さんはパパ活をご存知ですか? So like candy? 大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ? はい。私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子が
パパ活をしているようなのです。またですか。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が、まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。Why? 危険が？情報源が SNS ですので漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そうに匂わせ最後に大金をおねだりし、ドローン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレの太刀の悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ確かにそりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままで危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お、For sure. 俺もそう思う。Well, let's 君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。Yes, tell me. かのシャーロック・ホームズは探偵としてさまざまな人物に変幻自在に化けたと言います。Okay. ある時は老婆に、またある時はホームレスに。他者の目を見事に欺き、調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで矢上さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。はあ、okay. 俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて。ならば第三者がアドバイザーとして潜入し、信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。 Yes, I'm sure that'll work better. そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。 Yeah, that could be a problem. ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。Really? それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに矢上さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか、うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならば、そのくらい何とかしてみせると思います。 Oh, sure.簡単なテストじゃないってわけ。Throwing around labels. 的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。Okay. もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど。Great. 頑張って。Okay. I guess I have to go to the dance thing club. Could you walk a little bit slower? This pace is going to drive me insane. It's going to give me motion sickness going at this Mach speed.Do you think mops this floor?
sure doesn't look very flat, does it? Or it's just really scuffed. That would make sense too. Yeah, that floor looks scuffed. The one sitting down. Why say oh no? 2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。 Why are they doing weird nerd dances? コンテストが近いのに、ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。え？あの天沢先輩、確かに困ってますけど、この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。Hello. なるかもしれない人？それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？ What? なんでそうなる？俺はダンスなんてやったこと。本当ですか？助かります。さっき見た時から。なんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか？え、プロ？やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。Excuse me. 実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライオンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか？は？あの、いいですかね。今、次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて。Maybe you should try harder. 掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。Wow. コンテストまでもう時間もないし、本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。は、は。あの八神さん、私たちのダンスどう思います？何か足りないなと思っているんですが。Talent. いや、そう言われてもな。観察力。探偵としての基本スキルですよね。Oh my god. You. ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。 We all need to get better. You're all trash. Oh. Okay. The answer within the given time limit.Silence is an answer? Okay. Don't unfold without your direct input. What? Huh? This one. 色気が足りないんじゃないか？健康的すぎる気がする。言われましても、どうしろって言うんですか？It's
kind of boring. But bruh. I didn't suggest that. だけど他のダンス部にはないもっと強烈なインパクトが欲しい気がする。いっそ奇抜なものにしたらどうだろう。例えば演歌とか。Yes。演歌ですか？確かに奇抜ですけど、今から曲を変えて練習し直すのはちょっと。Yes, do it。リズムも掴んで振り付けも覚えて、コンテストまでもう時間もない。さっきそう言ってましたよね。Oh my gosh, shut up. ここでチャブ台返すのはさすがに酷ではありませんか? If they had talent, they could do it. まあそうだよな。 Unfortunately, I don't have any control over how much talent they have. I don't know. インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか? うん。ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。ただ、なんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど。Try some traditional anchor. 確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。ただ、ちょっとアイデアが出尽くしてまして。Think harder. なんかいいアイデアないですか? Always me.インパクトのある動きといえば、そうだな。What if? Throw on some kung fu. カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか? I know a lot about that. カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。Yeah, I knew it. See? 格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。I'm a genius. 私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。Well, I got some news for you. 一応カンフーできるけど。え、そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか ？Yes. Wait, I mean. いいけど。Yeah.All right, I'll beat you all. I mean, yeah, that. Yeah. カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。ぜひそこは専門家の矢上さんに。いや、カンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか。踊れないんですか。矢上さん、できないなら今回の話はなかったことに。Oh my gosh。おまわりさんの番号は。待った。ん？わかった。とりあえずやってみるよ。Fine。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。Great。ところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので、矢上さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、okay. 分かったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか？ Wow, you're so good that I couldn't even remember you doing it. とりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。Oh boy. Well, okay, oh great. Yes. Sure. さあ、行こうか。
Press to yes, okay. Yes, I've got this. What? Yeah, okay, I understand. I'm not stupid. I'm not dumb. What? To your advantage, then. Gosh. You're making me think too hard. What was that? Okay, extra easy. You just gave me a tutorial and did it for me. I danced for like 3 seconds. I can do it in 3 second bursts, I'm sorry. Uh-huh, sure. We'll go with that. Oh yeah, I'm sure that's it. どうだろう。カンフーの動きが応用できたのかもな。ヤガミさんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。Yeah, no problem. 役に立てたようでよかったよ。もしよかったら、これからも時々アドバイスをいただけますか？顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまにな。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、うん、よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。 Yeah, sure, why not. ああ、どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？ Yeah, did I pass? そうですね。よし。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。Really? I wouldn't suspect that out of you. めちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ。ヤガミさんにミスケンの顧問になっていただきたいです。お、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。Rad。その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく察しがついてきましたし。You do? え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ。ヤガミさんが探偵だったこと。そして世間の耳目を集めている江原明弘の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。 Well, don't think about it too hard. まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが、とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。Outside counselor。その場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで、顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが。Yeah, okay. 内部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が
名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。仲間は勢いで押し切る感じでしたが。え？ Did you accuse him of something? 理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ、本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者。そう、 I'm sure he does. I mean, なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。ウーフー。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか？ Later, why? 私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。Sure. なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が？ええ。それよりももっと厄介かもしれません。What? 実は、like loitering? パパ活女子の件も、その厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。 OK. There's more delinquent activity than meets the eye. Raise your leadership and solve the students' issues. OK. Access and progress through new school stories, blah blah blah.I see. Okay. Are you gonna allow me to save my game soon? The gym? Who's Jim?That's not my name. Woohoo! Okay. Okay.